佐竹、その姿はまさにユニコーン。お前はついに伝説の生き物になる気か。俺の名前は鬼頭ジョージ。今回の旅は出血厳禁、肝に銘じろ佐竹。なぜ出血がデフォルトなんだ。生命力の権化、佐竹博文を助手にまだ見ぬ絶景を追い求める秘境ハンターだ。秘境とは母なる地球が育んだ奇跡の絶景。雨風が削り取った岩山がなぜここまで心を震わせるのだろう。そこに広がるのは人間の作為性がないがゆえの感動。しかし人が介在しないがための試練は計り知れない。ガー佐竹、もう諦めろ。命の保証という言葉など皆無、それが秘境なのだ。そんなわけで今回訪れたのは、しかし溶けるような暑さだな。まだマシだ。夏には50度を優に越すサウジアラビア王国。中東最大の面積で世界有数の原油埋蔵量を誇るオイル国家でもある。そうして町外れを歩いていると、ん？女性の悲痛な叫びが耳に入る。声の方向へ顔を向けると、やめてください。黙れ、お前にはもったいない代物だ。ヒジャブをかぶったレディが男に襲われているではないか。奴らは蛮行の手を止めようとしない。金目のものゲットだぜ。大事な母の鏡なんです。うるせえ、女が口答えすんな。そうだ、つか女じゃん。もっと楽しいことしようぜ。さらに凶悪な考えを持っているではないか。まだ距離が。このままでは連れ去られる。奴らは人がいないと思ってやがるのか。その時だった。やめろ。おい佐竹。顔を真っ赤にした佐竹が怒号を上げる。佐竹の方向は奴らに届く。え、なんだあいつら、よそ者か。旅行客だろ。まあ金目のものは手に入れた、行くぞ。恨めしそうに俺らを睨み早足で遠のく。瞳は涙に濡れ、怪我はないか。ありがとう日本の人。恐怖に侵された女性はひどく震えていた。そのまま町の雑踏へ彼女は消えていく。来て早々嫌なものを見た。まったく、どの国にも自分より弱い者に手を挙げる愚者がいるものだ。腹はあの野党への怒りが豪華となり煮える。気持ちを切り替える意味も込めて、佐竹、そろそろ胃袋が求め出しているのでは。いいえ。いいえか。いい返事だ。もう店に着いたぞ。気色への挑戦状を叩きつけようではないか。訪れたのは地元感丸出しの食堂。お、こいつを素揚げするのか。マスター、2つずつくれ。何が出てくるんだよ。日本人観光客でそれ食い切ったやつはいねえぞ。地の食を食べなければやはり俺の旅とは言えない。そして運ばれてきた料理、ほら、なんと食え。包丁は1回だけしか入れないのか。その勇ましさに驚愕。これはトゲオは頑張ってトカゲの素揚げさ。これは料理というよりもはや標本。今にも逃げ出しそうではないか。こいつは超暴れん坊、まさに砂漠のドンだぜ。なるほど、リザードのドン。もはやリザードンといったところか。それポケモンのキャラ。いいだろう、俺も佐竹と旅を続け、気色ハンターとしてのレベル上げはしっかりしてきたつもりだ。どっちが強いかバトルといこうじゃないか。リザードン、いただきマーラビアン。勢いに乗らんとついていけん。食への感謝とともに頭から食らいつく。するとどうだろうか。なんだこの重厚な旨味、鳥とエビを足したような味だ。なんかおしゃれな味。見た目と激しく乖離したまさかの美味。こいつらは自然に生える香草を食ってるから嫌な臭みがねえんだよ。自ら香草を取り込む確信犯だったとは恐れ入った。思わぬごちそうに満足し店を出る。さあ腹ごなしは終了。即座に向かうぞ。気色だけで満足はしてくれないか。さっきは邪魔しやがって。まああの身なり、金持ち旅行客ってとこだ。どこかで身ぐるみ剥いでやろうぜ。さて目的地は砂漠の最奥。なあキト、次はどこに行くんだ。喜べ、向かうはウルムジルさんという洞窟だ。洞窟といえばコウモリのうんこにはまった記憶しかない。一路車を走らせる。そうして洞窟のそばに佇む村落で降りる。日本の人よ、お主たちもしやあの洞窟へ。うん、そうですが、一人の老人が引き止める。あそこは人の常識が通用する場所ではない。近づいた者は肉をそがれ絶命する洞窟。どういう状況。やけに説得力のある言葉に佐竹は怯える。あそこは自然動物の神域でもある。それゆえ村人も軽々に近づかないようにしているのだ。もし行くというなら止めぬが、粗相をするなよ。さっきトカゲ食べちゃったけど大丈夫かキト。もちろんだ、最大限の敬意を払った。
今回の洞窟はデリケートだ。なんか少し怒ってたな。おそらくは土着の民間信仰があるんだろう。聞いたところによると、時に近くの村人が踏み入れるのを拒むこともある。最悪の事件では正規の調査団が怒った村民に囚われ、進撃に入るんだ、3日間拷問されたなんて話もある。そんな一抹の不安はあるものの、そんなことでは秘境ハンターは務まらない。人一人分の高さだな。これぞ秘境という匂いがする。いや、なんだか腐敗臭がすごいぞ。砂漠の岩肌に不自然に開いた口は、あの世へのヘルゲートにも思える。歩みを進めるたびに、もうなんて臭さだ、鼻に糞尿を突っ込まれたようだ。その腐敗臭が限界濃度に近づいた時、もうなんだよこれ、生き現場か。着いたぞ佐竹。目に飛び込んできたのは、ここが目的地だ。あたり一面骨だらけじゃないか。地面を埋め尽くすほどに広がる白骨の海だ。これこそが長い年月をかけて作り上げられた秘境、骨の洞窟。知ってはいたが噂以上だ。なぜこんなにここに骨があるんだよ。何千何万の人と獣の骨が敷き詰められた天然のカタコンベだ。俺がその理由を話そうとした、この骨たちを集めたのはその時だった。お、なんだこれ。これは金貨？ほう、まさかお宝が見つかるとは。往々にしてホラー穴などには歴史の置き土産が隠されていたりする。これはもらって帰ってもいいよな。む、佐竹待て。何の音だ。音が鳴る方へとっさに目をやる。何か来る。肉剥がされる。そこにいたのは、どんだけ遠くまで来るんだよてめえら。さっきは街中だから見逃したが、ここでは容赦しねえぞ。誰もいねえし電波も届かねえぞ。街で見た強盗が立っているではないか。さらに災難は続く。あれ金か。そうか、ここお宝が眠ってるって噂があったな。佐竹の金貨に野党の胸も高ぶる。朝も女をやりそびれたし、報復も兼ねてぶっ殺します。大量の骨があるし、死んでもバレないっしょ。なぜその発想になる。下道中の下道め。次の瞬間、サイコロステーキにしてやる。取り出したナイフは刃渡り20センチ以上。サイコロステーキ食べるのは好きだけどなりたくない。む、その時洞窟の奥からかすかな違和感が。しかし下道の攻撃範囲に我々はすでに入っている。佐竹、おおおお、まずは佐竹を救わねば。こんな大ぶりな攻撃、死ねえや、スーツメガネ野郎、抜かせ。数々の視線をくぐり抜けてきた俺が当たるものか。こんな時のために持ってきといてよかった。特殊メリケンサックアッパー。ぐわー。ポケットから出した拳には、護身用のメリケンサック、金20万円の純金製だ。こっちは抑えた。だが死ねえ。佐竹はあまりにもあっさりと切り裂かれていた。噴水のごとし佐竹の返り血をかぶる盗賊。くそ、一丁らよこしやがって。そのあまりの勢いに握力が緩み、ナイフを落とす。だが次の瞬間、奴は瞬時に身をかがめ、脳天から出血させてやるよ。地面をノールックでまさぐる。そして手に取ったものを、血の噴水でゴレ。佐竹めがけ振り下ろした。なんということだ。盗賊がナイフの代わりに取り上げた骨が脳天にもろに突き刺さってしまった。衝撃で前に倒れ、佐竹四つん這いになる。そして生まれたての小鹿のように震えながら、死にたくない。そう、骨の海底に沈んでいってしまう。早く佐竹を救わなければ。貴様、よし、これで残り一人、てめえも頭に刺してやるよ。しかし下道が立ちふさがる。その時だった。奴の背後に動く影、その正体は、なんだ、目を血走らせたハイエナではないか。そう、これがこの洞窟の主。あ、いかん、早く佐竹を救い上げなくては。奴が食われているこの隙だ。俺の足を。佐竹の血液を浴びた盗賊にハイエナは夢中でむさぼりつく。だが盗賊は、脱げる、必死の命乞いを叫ぶ。欲に囚われて進撃にやってきたんだろう。この帰着も仕方なしだ。因果応報、これが摂理そのものだ。そして俺は必死に骨をかき分け、佐竹生きろ。佐竹を見つける。大量出血でもう白く冷たい。盗賊に夢中のハイエナを捨てに、骨になるにはお前にはまだ早い。しかしもし佐竹の血でこっちに来たら、その時は英断する。俺はユニコーン佐竹を抱え洞窟を必死に走った。その後すぐに病院へ行き治療。え、俺生きてる。いや、あんたは奇跡の人だ。骨が脳みそを超ギリギリ避けてやがったんだ。日頃の行いが良かったのか、後遺症は残らなかったらしい。
世界にはそんな奇跡の生還例が多数ある。なんか頭が右に傾くんですけど。どういう状況？ブラジルでもナイフが3時間刺さったまま歩いて病院に行った強者がいたそうだ。それにあの洞窟の骨の謎だが、集めていたのはハイエナ。数千年の時をかけて彼らが捕食した骨が堆積されてできたものらしい。しかしやはり秘境は軽々に踏み入れれる領域ではない。人に村があるように自然動物にも縄張りがある。そこを犯して反撃に遭うのは当然か。そのことを確認できたことが今回の収穫だ。今回の動画はここまでだ。俺は次の旅の準備をする。